ニューヨーク交通博物館。ニューヨーク交通博物館は、廃止された、旧高とストリート駅を改修して作られた、ニューヨークの地下鉄、バス、鉄道、橋やトンネルの仕組みや歴史を紹介する、博物館である。グランドセントラル駅に別館がある。1976年7月4日、アメリカ建国200周年記念行事の一環で、ニューヨーク交通博覧会が開催され、 保存されていった車両や、その他展示物が一般公開された。これらは記念行事後に撤去される予定であったが、人気のためその後も博物館として存続することとなった。博物館の入り口は、ベーラムプレイスとスカーマー法音通りとの交差点にある、旧コートストリート駅への階段であるが、車椅子用の入り口も新たに設置されている。博物館には、地下鉄、 バス、鉄道、橋やトンネルについての展示品をはじめとして、昔の信号機など、その他展示物、模型やジオラマなどがある。子供から大人までを対象とした館内ツアーや、講習会や、セミナーも、随時行っている。また、博物館では、オフサイトプログラムとして、またの施設、地下鉄駅、絵画や建造物をテーマとした、ニューヨーク近郊へのガイドツアーを行うほか、 引退した地下鉄車両、バスの公開、運行企画も行う。階段を降りた先、博物館の中に階、上層部の入って、すぐのところは地下鉄トンネル工事の様子を再現した原寸大のジオラマになっている。それを過ぎると地下鉄の原動力である電気に関する解説があり、その先にニューヨーク市の交通網に関連した多数の収蔵物が展示されている。 ここにはトイレ、噴水、映写室、休憩室なども設けられている。さらにその下の急行とストリート駅の一面二線のプラットフォームを利用した展示室ではニューヨーク市地下鉄や高架鉄道で実際に使用されていた車両が展示されており、中には1940年にニューヨーク市によって統合される以前に運行されていたブルックリンマンハッタントランジット インターボローラピットトランジット、都市高速交通会社、IRT、インディペンデントサブアイシステムの車両もある。また、急行とストリート駅のホームはそのまま保存されており、使われていた信号機や標識、駅ホームの案内表示を見ることができる。ホームに留め置かれる形で保存されている地下鉄車両の大部分は、車内立ち入り可能で内外とも見学できるほか、そのほとんどが、 稼働状態で整備されており、博物館では、ノスタルジアトレインと称し、実際に人を乗せて地下鉄線上を走るイベントを主催している。また、ニューヨーク市都市交通局も、休日や年末を中心に保存されている車両を用いて営業運転を行うこともあり、この場合は誰もが通常の地下鉄運賃で乗車することができる。博物館では展示されているもの以外でも、 いくつかの地下鉄車庫に留置されている営業運転から離脱した車両を保有しており修復、整備を行っている。また、博物館では地下鉄車両以外にも以前ニューヨーク市バスで使用されていた自動車を保有している。これらは通常車庫に保管されているが、年に一度博物館近隣のアトランティックアベニューで開かれるアトランティックアンティークにおいて展示される。 バスの展示は1994年から毎年行われており、期間中は博物館が無料開放される。博物館には書庫も併設されており、ニューヨークの交通に関する資料、写真等が収蔵、保管されている。収蔵写真の一部はオンライン上でも閲覧できる。コートストリート駅は、 IND フルトンストリート線各駅停車のかつての終点。1936年4月9日にラトガーズストリートトンネルと共に開業した。島式ホーム一面2線で西側終端部には車止めが設置されていた。この駅が計画された当時、IND は行政区内で区間運転を行う各駅停車と行政区を越えて 路線を走破する休行をそれぞれ設定し、乗客に乗り換えさせることにより、利便性を高める施策を追っていた。コートストリート駅も、ユークリッドストリート駅まで向かう HHK 統フルトンストリート線各駅停車の北側終着駅として計画された。また、同じく IND が、マンハッタンで計画していた、地下鉄2番外線をブルックリンまで延伸し、 コートストリート駅につなげる構想もあった。しかしながら、HHK 等は、ユークリッドストリート駅まで運行されることはなく、急行停車駅であった隣のホイトスカーマーホーン、ストリート駅へのシャトル列車として運用されると止まった。また、駅がある、ダウンタウン地区には、他の地下鉄駅が近接しており、必要性も低かったことから、1946年6月1日に、 廃止となった。現在、ホイトスカーマーホームストリート駅からコートストリート駅までの区間は、博物館への車両搬入経路として使われている。1960年代から廃駅となった同駅は、映画のセットとして使われるようになる。中でも有名なのが1974年に公開されたサブウェイパニック及び続編のサブウェイ123激突である。 他にも映画やドラマシリーズの撮影に使用されている。グランドセントラル駅別館 b r ニューヨーク交通博物館別館は1993年9月14日、グランドセントラル駅のメインコンコースに開業した。ニューヨーク市の交通に関連した商品を取り揃えるギフトショップと展示スペースが設けられている。年に一度、ホリデートレインショーと称して、 鉄道模型の展示を行っている。入場無料。展示の拡大 BR1990 年代半ば、または、ナイクタの保有していた、博物館の経営権を譲り受けた。これを受けて、今まで博物館の展示の中核となっていた、ニューヨーク市内の交通からさらに枠を広げ、またの管轄する通勤鉄道や道路、橋やトンネルの仕組みや歴史についても展示するようになった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。